さあマッチングしました。 C9 八重さん対戦お願いします。こんな俺でも今スーパーボール級に来てしまいました。なんとモノマネですらポケモンの知識ゼロでもスーパーボール級いけるんやで。王の幸運を使えば。さあ行きましょうか。スーパーボール級でも俺がモノマネだけで、まあ、勝てたら、まあ、これはほんまにすごいことやな。うん、歴史に名を刻むでポケモンの。うん、なめんな。さあ赤髪の女キャラ、これはモコリスか。ただですね、読めない字。さあ初手王がポンポンポン。さあ災いの器という僕がよく知らない、これなんか岩タイプ臭いよなこのポケモンって。ウッドホン行こうか。ステルスロック。嘘。しかしこれ今見ました、皆さん。あのね、テラス切らないでこの火力ってことは、これテラス切ってウッドホーン行きますね。はい、そうするとこれ落ちると思うんですよ。はい、見ててくださいね。今からテラスの力見せます。これがモコダンのテラス切りの力や。見とけよ、見とけニコ生の。なんで、引っ込めんなって。今俺の見せ所やったのに。しかしここで海竜が出てくる。さあテラスを切った方が恐ろしさ。おそらくこれはあれです、あの海竜は、竜の前積んで、調子に乗ってくると思いますが、しかしこの面影宿しという特性、これで攻撃が上がるんですね。はい、そしてこの火力、もうお前はガンプーやボケ、なめんな。さあ相手の方長考しています。ここはおそらく竜の前するか、ドラゴン技使う迷ってると思いますが、おそらく調子に乗って竜の前してくると思います。しかしここで調子に乗って竜の前をすることによって、オーガポンがまさかのサブウェポンに岩石封じがあることがこの人頭にはありませんので、なんでテラス切んねんボケ、聞いてへんぞそんなの。何テラスこれ、ちなみに。何これ、鋼、何これ、分からん。しかしこれでスペースを下げたので、ドラゴンテールが当たんないでいく。これが王の幸運。ここでツタコンボが等倍になったということで、ここで2倍のツタコンボがガングリ入って、相手の海竜涙目や。これ暗いボケ、ツタコンボや、頭からいったれ。一撃で落としていく。ね、オーガポンなめんな。面影宿しがどれだけ強いか、お前聞いてこい、このゲート君に。ボケ。はい、俺の勝ち。はい、サーフ号とかいうカモが来たんで、ツタコンボでガンコリ頭からしばきます。降参すんな、ボケ。おい、スーパーボール級でお前、ポケモンの知識ないただ、モコタンのモノマネだけしてるやつにお前、降参すんな、ボケ。これが勇気の切断だ。というわけで、スーパーボール級でもモコタンのモノマネだけで知識ゼロでも勝てる。俺が証明したわ。なめんなボケ。二度とやるか。